駅に隣接する保線基地及び車両搬入所市場駅は兵庫県小野市池尻所麻生の価値にある神戸電鉄青線の駅。駅番号はキロバイト56。短式ホーム一面一線を持つ地上駅。ホーム有効長は4両。駅西側には保線基地及び車両搬入所がある。かつてはこの場所に貨物線があったが、 その跡地を活用する形で設置された。ホーム青よりに、プレハブの駅舎があり、改札機が一組、乗り越し生産機と券売機が一機ずつ設置されている。2007年3月31日のダイヤ改正から、ピタパが導入された。沿線港ネットワークに接続された、駅務遠隔システムが導入されており、センター駅から、自動券売機、自動改札機、 自動生産機、ビデオカメラ、インターホン、シャッターが遠隔操作される。そのため駅員巡回駅となっており、校内売店も設けられていない。現在神戸電鉄の車両の搬入は、川崎重工業兵庫工場より当駅に隣接する保線基地にトラックを使用し、搬入されている。以前は、三田駅まで公衆輸送により搬入されていた。上下とも、毎時1本が停車する。 全列車、青小畑間隔駅に停車する。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。焦点はない。住宅はややある。JR 加古川線の市場駅は、加古川を挟んでかなり離れた位置にある。また位置的には、北張間総合医療センターの最寄り駅になるが、直通バスは、最寄りの停留所には停車せず、一駅。 三木寄りの柏山駅に乗り入れているので、北張間総合医療センターに行く場合は、柏山駅を利用した方が便利である。ホームページの交通アクセスのページ内にも、柏山駅より無料シャトレバスを利用する、旨の記述がされている。JR 加古川線も神戸電鉄青線も、駅の所在地が市場町ではない。市場町に近いのは、神戸電鉄青線の市場駅の方である。 ありがとうございます。